アルは、フランス、パリのセーヌ川に架かる石像アーチ橋である。ポンヌフ、マリー橋に次いでパリで3番目に古い橋である。右岸のフローラのパビリオンと左岸のバック通りを結んでいる。この橋は5つの半円アーチからなり、両岸の橋脚にはセーヌ川が大増水した時の推移が記されている。1550年以来、この場所にはチュイルリーの私があった。 バック通りの名前の由来である。1632年、朝税官のバルビエが、木製の有料の橋を架けさせたのが最初である。この橋は、アンヌ・ドートリッシュにちなんで、サンタンヌ教、またはその色からポン、ルージュと呼ばれていた。この橋は古くなったり、火事にあったりして何度か架け替えられている。1685年から1689年に、かけて、 ルイ14世が出資し、石像アーチ橋が架けられた。そして、ロワイヤル橋と名付けられた。設計を担当したのは、ジャック・ガブリエル、ジュール・アルドゥアン・マンサールとフランソワ・ロランだった。18世紀には、お祭り騒ぎがあると、人々は、好んでこの橋に集まってきた。フランス革命期の1792年から1804年の間は、ナショナル橋と改名された。 続いて1814年までは、チュイルリー橋と呼ばれていた。ナポレオンが、チュイルリー宮殿を守るために大砲を並べたのは、この橋であった。ロワイアル橋は1850年に一度修復された。その後1939年、ポンルフ、マリー橋と共に、歴史的建造物に指定された。ポンデザール、カルーゼル橋、ロワイヤル橋、レオポールセダールサンゴール橋、コンコルド橋。 ありがとうございます。